おいす、こんにちは、おめりです。今回は村子さんつぶやきまして、最新情報を見ていこうかなと思います。撮影時間深夜3時54分ちょっと寝すぎたね。ちょっとね、仮眠取ろうと思ったら寝すぎたね。はい、ということでですね、結局ね、まあパズドラの最新情報はもうこうやって拾っていくのがやっぱりいいわ。PDC とか見ながらこんな感じでやっていこうかなって思いますね。パズドラニュースは週末にやろうかな。週末になんか情報をまとめてやろうかなって思いましたね。まあちょっとやり方は随時検討しながらやっていこうかなと。とりあえずね、キャラクターが、何体か紹介されてまして、式神のイベントも期間がまた変わってっていうのでね、新しく強化が入ってるキャラクターもいますので、その2つをね、今回は見ていこうかなと思います。はい、ということでね、じゃあテニスの王子様の、今回も新キャラを見ていきましょう。はい、1体目、鬼十字路。待って、これ、イントネーションだ。鬼十字路。はい、どうだったかな？アニメなんて呼んでたかな？まあそんな感じですけども、一応これ年齢がですね、この顔つきですけども、一応高校3年生なんですよね。一応高校3年生だったはずですよ、この人ね、この顔つきですけどね。で、スキブ4つ、無効感が1、2、3、4、5、6個ですね。で、ボイスあって7強見えてますね。聴覚制限は無効貫通がおそらくこの感じだとないんじゃないかなって思いますね。で、潜在は全キャラ8枠になったと。で、ステータスはまあ HP 高いねと。16ターンスキルでドロップロック解除、回復以外から火を10個生成からの敵の行動2ターン中のスキル進化となっております。で、スキル進化しますと、3ターンで打てまして1ターンの間落ち込んなし、自分の攻撃力が3倍、1ターンの間ダメージ吸収と属性吸収の無効化という感じですね。無効貫通が、これもうすでにあれか。ですね、並び替えできます。多分もう反映されてると思うんで、70、まあ、10、まあ、無効貫通浮遊で、そうとして、種属性火でいきましょうか。これでちょっとそうとしてみましょうね。ユラが1番に来まして、次に鬼十字路が来ますねっていう感じか。ほう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 。結構って考えると、メタルハンタレスとかよりも、レムよりも火力高いのすご。レムより火力高いんだ。すごいね、君。空飛ばないのに。空飛ばなくてこの火力すごいね。まあ7強を生かしてっていう感じだと思うけども、結構火力高いですね。リーダースキル落ち込んなしの火属性 HP が 3.2倍、攻撃が28倍の火を6個以上つなげてテスト軽減して、参加3という感じですね。まあ主に合わせていくのがメタルアンタレスとかになってくるかなって思いますね。ここを狙っての、キャラクターなんじゃないかなというところになってます。こっちが固定ダメージで向こうがコンボ加算なので、まあ相性としてはかなりいいんじゃないかなと思います。だいぶ扱いやすいキャラクターだと思いますね。火の無効貫通今結構強いですしっていうのもあって、なかなかいいポジションで、スキルが吸収無効になってきますので、ダブルゼータガンダムを持ってないよという方、これですね、吸収無効のガンダム、この辺の代用にはなってくれるんじゃないかな。まあどっちも強い弱いとかあるかもしれないですけども、なかなかいいポジションには入れるんじゃないかなと思いますね。これ結構いいキャラクターだと思ってますね。なかなか今後も役割がありそうな気がします。はい。でアシスト進化になっております。スキブ毒3つ、チーム HP の、ドロー強ですね、プラスでやりますよという感じです。ちょっとこの組み合わせを見ていこうかな。スキブの毒3つチーム HP、 これいってみよう。こんな感じですね。あんまりないですね。ドクタードゥームとドーナの武器ぐらいしかないかなっていう感じになってます。でさらにこれが3ターンヘイストなので、なかなかまあ毒耐性武器としてはいいんじゃないかなと思います。まあ最近は完封武器が結構ね主流というか、2つの武器で耐性を補うってことはあんまりしないような感じになってきてますけど、まあ一応3個で 60% 補えるよという感じで、ドロ強もありますので、まあ3ターンヘイスト結構強いと思いますね。まあこのねテニスの王子様コラボがですね、武器がまあ強いんですよ。こっから先のキャラクターもなんで、もう武器ガチャって感じかもね。で、武器に関してもう1個、体力タイプ不要の雲、操作負荷、封印、泥強プラスですね。15ターンで打てる3ターン遅延とエンハンスが8ターン継続するよっていう感じですね。これもなかなか良さそうだな。封印、まあどうしようかな。雲と操作負荷武器でいこうか。まだそんなに多くないと思ってますけど。火属性としては初登場か。で、あとはフランキー、コンラート。
闇だけなんか2枚いますけども、非属性としては初の雲と創作歌舞伎という感じですね。遅延も3ターンでいきますので、なかなかいい泥鏡もあってというところでね、まあフランキーの方が使い勝手はいいかもしれない。まあ泥鏡があるからな、またこっちはこっちでいいのかなって感じですけども、これ両方とも結構武器としてはなかなか優秀なんじゃないかなっていう感じですね。これを二十字郎です。はい、次行きましょう。デューク渡辺ですね。俺このキャラクター知らん、覚えてないな。一応多分高校3年生だと思うんだけどな、この顔つきでも。スキブプラスの封印の雲操作が10強2つの 2way プラ2つのボイス 2way プラスが聴覚戦にありますよ。で、体力タイプなので、まあミリーとかの相方と、相方っていうか、まあサブというか、まあその辺を狙ってのキャラクターになってくるかなと思います。やっぱ HP が高いかなっていう感じですよね。18ターンで打てます。1ターン内で10加算の敵のこと3ターン遅延のスキル進化ですね。まあ遅延は強いですよね。で、進化しますと1ターンで打てるロック解除からの1ターン内で回復力 1.5 倍ですね。まあ言ったらアバン先生回復力バージョンみたいな、まあそんな感じのポジションにつけるかな。ミリー自身がね、ロック解除が確か強化入ってもつかなかったと、ああ4時になっちゃった。確かね、ロック解除これね、つかないはずなんです。つかもう強化入ってんじゃんもう強化入ってた。え、早っ。これさ、貴族性のエンハンスとかも入るようになったんですよね。めちゃめちゃ強いよね。はい。まあ、ロック解除が入らないので、まあそこのサポートかなっていう感じですね。で、リーダースキルはキーヒの同時攻撃、ダメージを激減し、攻撃24倍の参加3、固定500万ダメージという感じになってます。まあ、普通なリーダースキルかなと。で、武器1個目、バインドのチーム HP3 つ。まあ、甘小積み的な感じのやつの貴族性バージョンですよね。うん。まあ、ステーは貴族性だったらこっちの方が漏れるからいいよねとかはあるかもしれないですね。貴族性としては初ですね。まだ未だに水属性がいないという感じになってますけど、スキルは10ターンで2ターンの間貴族性の効力が5倍の2ターンの間最大 HP2 倍という感じですね。まあ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 、いいんじゃないでしょうかと。うん。貴族性につける分にはアシストボーナスが乗って強いと思います。で、もう一個の武器は体力タイプ不要のスキブ2個ですよ。8ターンでってるダメージ 80% 軽減からの、気と回復ドロップ強化っていう感じですね。まあ HP が足りてて、ちょっとスキブが欲しくて、でダメージもこんだけね、軽減とかで使いたいってなったら結構いいんじゃないかなって感じにはなりますけども、スキブ2個武器、スキブ2個武器の、あ、でもスキブ2個シャアがいるかな、結構似たポジションだと。あ、でも結構ダメージ撃減いるな。シルバーチャリオッツもこの辺もそうだな。軽減系ね、軽減系で見ると結構スキブの2個武器って軽減系が多いんだな、こう見るとね。ダメージ半減、まあ一番強い軽減率ではあるのかな。ダメージ無効はまだいない。 80% 軽減が一番高い、一番一応軽減としては強い武器だけどって感じか。まあどうかな、そんなすごい強みがあるようには見えないけどって感じか。はい、次いきます。続いて入江かなたくんですね。バインドスキルプラスの封印10強3つチーム HP2 つのボイスあってからのチーム HP がさらに超覚醒に見えてますよって感じですね。うん、チーム HP3 つ持ちはまあまあいいんじゃないでしょうかと。で、属性としては水木です。ステータスはまあ、また HP が高いかぐらいか。14ターンスキルで HP50% 減少、1ターンの間操作 2秒短縮、2ターンの間 80% 軽減のスキル進化という感じですね。まあ、スキル進化だから初手の耐久に使っていく感じかな。で、進化すると6ターンで打てます。2ターンの間ダメージ無効を貫通しますよ。1ターンの間操作時間回復、水属性エンハンスが攻撃力2倍。うん、これは使いやすいスキルだよね。だいぶいいと思いますね。6ターンで打てて2ターン継続する無効貫通スキル。で、なおかつ操作時間や回復力も上げてくれますよっていうところで、これはなかなか便利なスキルをもらってるんじゃないかなっていうところですね。ちょっとこれも無効貫通、エンハンス、操作時間変更、これ、あ、消しちゃった。はい、こうなってくると、アシスト、まあ、エルシャがそうか。エルシャは一旦継続バージョンって感じだよね。その他で言うと、水着の陽気比も一旦継続。まあ、2ターン継続するキャラクターはこうなってくると、初かなって感じですね。まあ、武器としてはね、ペニーパーカーいますけど、まあ、本体性能としてここまでのスペックのスキルができるのは、入江くんが初かなっていう感じですね。リーダースキル、水回復の同時攻撃ダメージを半減、攻撃に12倍、参加さんの水属性全プラメーター 2.1 倍ですね。まあ、普通ですね。リーダースキルはなんか普通のキャラクターが多いかな。
で、アシスト進化1個目がバランスタイプ不要の封印の致命チピニコの雲の泥鏡ですね。うん、まあ、封印耐性補う分には結構強そうだね。うん、封印武器としてはなかなか優秀じゃない？これも封印のチーム HP2 個ってなってくるとスレッタ・マーキュリーがパッと思いつきますけど、泥鏡も一緒に補える、まあイデアルが結構近しいか。あーでもこの延期の武器とか結構近いね。うん、延期の武器は近くて、泥鏡水としては初かって感じですね。でスキル内容が16ターンで3ターンの間回復力操作時間エンハンスとダブル吸収無効、まあ吸収無効っていうところがあるので、まあその辺は使い分けですけども、これねこういう覚醒でヘイストとか遅延とかあるとねめっちゃ強いと思うんですよね。ヘイストとか遅延とかマジなくない？こういうキャラクターって激減とかはあるけどヘイスト遅延系がね、あーこれ雪村が強いね。こうなってくるとね、こういうね雪村みたいな2ヘイストできますよみたいな、まあ、こういう系のスキル持ってくるとねめっちゃ強いんだけどね。吸収無効かって感じですね。個人的にこれでヘイスト系が欲しい。はい、次スキーブチーム HP チーム回復水泥鏡プラス操作負荷で18ターン出てる3ターンヘイストとエンハンス、こっちのスキルをさっきの武器にもつけてほしいなって感じですよね。ちょっとこれも一応見ておきましょう。スキーブチーム HP チーム回復の水泥今日、いや、操作負荷でいこうか。操作負荷でいきます。はい。ラジョワとチャコールって感じ。ヘイストとしては初登場っていう感じですね。はい。この武器もなかなかいい。武器がね、結構強い。本当に全体的に武器かなり強いと思います。はい。以上が入江かなたくんでした。次、徳川和也くんですね。バインドスキープラス封印の予備プラス10強4つのボイスあって無効貫通が見えてますよっていう感じですね。ステータス全体的に結構高いですね。18ターンスキルで10ターンの間強化ドロップが 50% の確率で落ちてくるよ。自分の味方スキルが2ターン溜まってからのスキル進化ですね。うん、ヘイストのスキル進化は強いな。で、進化すると3ターンで打てるよ。1ターンの間闇回復お邪魔ルーレット1個生成、これダメージ軽減で、このスキルのブラックホールね、なんか動き止めるみたいなテニスボール一旦そこで空間でブラックホールで受け止めて動き止めますみたいな感じのそんなもんだったと思いますけどね。なんかすごいそんなことできますみたいなこれもまた見てほしいね、テニスのおじさんは知らない方ね。で軽減はまあおそらく35でしょうねというところですね。お邪魔ルーレットをどうやって活かすかって感じか。まあなんかお邪魔も使ってどうのこうのっていうそれキャラクターが出てくるといいポジションには入ってこれるんじゃないかなっていうところですね。今現状どうかな、こういうキャラクター倒せたら強そうとかもしあったら教えてほしいですね。リーダースキル闇回復同時攻撃ダメージを激減5加算、おお、これなんか一つ頭抜けてるな。攻撃力が22倍の回復4倍、あこれ強いわ。このリーダースキルは強いぞ。こいつは使えそう。今見たのがリーダースキルとして、まあ、鬼十字郎くんもですね、あの辺も、まあまあまあ、万事の集会とかでは結構強いと思うんですけども、これはこれで攻略方面では結構、今まで見た中ではだいぶ強いと思いますね。うん。これはなんか合わせれそうじゃない？誰かと。現状相方誰になるんだろうね。闇回復のどっち攻撃か。まあ、幅広いけど、だいぶ。っていう感じですけどね。このキャラクターはリーダーとして強くなってくるから、またこれだったらテンプレとか動画出せそうかもしんないぐらいのスペックがもらってると思いますね。はい、まあそんな感じになっております。で、火力がまあ10強4つ無効貫通ですが、正直ね10強4つ無効貫通って言っても倍率これ、2187.5 倍でしょ。その辺の浮遊を持ってるキャラクターに負けると思うんだよね。このキャラクターこれぐらい持ってても見てみようか。攻撃の70、例えば70浮遊無効貫通で、どうしようかな、これ闇属性だもんな。闇属性種で見てみるか。これで、ヘラが一番高くて、シャドウマン来て、ミカゲ来て、ジョータロウ来て、遊戯来て、ネレ来て、ここに来るんでしょう。正直、自身の火力はめちゃめちゃ高いかって言われたら、まあそこそこ止まりかなって感じですね。まあサブとかもプロビデンスガンダムとか結構火力出してくれますけど、ヘラとか、まあでもまあ悪魔タイプエンハンサー1か、まあそんな感じで、まあサブとしてはこの辺を入れながら火力で補っていくっていう感じにはなりそうかなっていうところですね。まあまあなかなか一番見た中でも本体は結構良さげ、リーダーとして強そうって感じです。はい、
で、続いて武器ですね。アシスト進化なんですけども、1個目、スキブチーム HP にこの雲指プラの2ヘイスト。で、2ターンダメージ激減の2ターンダメージ吸収の効果。これめっちゃ強いんだけど。これめちゃめちゃ強いっすね。アイアンマン的な感じですけど、言うと。はい。指がありますよ。アイアンマンはまあ、マシンタイプ付与がね、輝けばって感じです。で、こちらにヘイストなので、これだいぶ強いと思いますね。今後の雲武器としては、使われるケースだいぶ多いんじゃないかなって思いますね。この武器は持っておきたいねっていうところですね。いや、指も折れるのもでかいからね。はい。なんならアイアンマンより使いやすいまであります。はい。そんなところなのが1個目の武器。2個目の武器。闇、複属性付与のスキーブ、闇ドロ強プラスで2つ無効貫通追撃。めっちゃ覚醒強くない？覚醒、闇複属性付与して無効貫通できる武器でスキーブって、そのポジションってだいぶ重要だと思うよ。あの、ガンホーコラボのヘラが結構思いつきますけど、そうなってくると。それしかいなかったわ。ガンホーコラボのヘラよりなんだったら良くない？これ3ターンチェーンできるんでしょ？しかも。めっちゃ強いと思うんだけど、この武器。この武器めちゃめちゃいいと思うけど。泥強こんだけあって。このキャラ絶対なんか違うんだけど。なんか頭一つ抜けてるもん。なんか他のキャラクターと比べて。レアリティが違うのか。2、4、6、8。確定購入かな。なんかそんな匂いがしますね。このキャラクターなんかめっちゃ強いですよ。本体性能もしっかりなんだけど、武器めっちゃ強いんだけど。はい。まあ、そんな感じなのが、今回紹介されたテニスの王子様の新キャラという感じですね。はい。で、続いてですね、